はい、じゃあやってきます。46日目何コンコンゲームの名前、秋明け04ミッドナイト、ひどい名前だな。あらすじを言うとね、まあ、こういう感じでずっとレースをしまくってる状態ですね。何か進展がある感じはしませんね。ということでね、でショップに行くとこういうあのお姉さんがいたと。喧嘩という感じです。個人的にはこのお姉さんが一番マシかなと思ってますよね。いやいやいや、なんかこのこういうさ、そんなに面白くないなのって言っちゃダメだな。なんかそこら辺にあるようなレースゲームってそうですよね。何々がレースが終わったら何とかをするとか、なんか勝ったら何々があるっていう、そんな理屈あるわけないだろうって思うんですけど。普通に負けましたっていう。そっか、勝たないと話進まねえのか。主人公を引っ越すんだった。だからか。なんかまた家でイベントがあるんですね。このゲームおかしいぞ、ストーリー。やっぱり妹を恋愛対象だって主張する妹ってどうなのよ。この話危ないな、なんかいろいろ。あ、これで首が折れて死んで終わりとかじゃない。噛みつくエフェクトを用意したこのゲームは。まあいいや。なんで噛みつく効果音をつけてるのこのゲーム。そんなにいる？進みそうで進まないんだな、本当にな。最近負けが込んできました。というのも別に普通にね、ミスってるだけなんですよ。車の性能で勝てないんじゃなくて、普通にもうなんかだるいっていう、迷惑かかってんじゃね。まあいいや。
っと来た、やっと話が済んだぞ。明日で引っ越しだってさ。やり越しことない？まあ最後の日だからね、この幼馴染っぽい人が、あれなんじゃないでしょうか。お話としては、引っ張ってきた方がいいんじゃないでしょうか。なんだろうな、なんか、こういう、なんかお話をするストーリーは全然なんか進んでる感じがしないけど、微妙に進みつつありながら、なんだろうな、この感じ。なんだろうな、話が進んでねえよな、一個。恋愛的な話が進んでいくのか。割合この女さんと走る機会多いよな。そういうことか。うわ、これあれじゃん、またなんかもう何戦かした後に告白的なあのイベントになるわけであってじゃない。お、結構話が長いぞ。お、来た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 。この後またもういくつか絡み合いが最終的にこうストーリーとしてはハッピーエンドかバッドエンドに向かっていくっていうような気がするんだけど、残念ながらこの主人公は明日、引っ越しますと。はい、やってください。ひどいですね。さあ、充実したでしょうか。主人公は知らんけど、プレイヤーである私は全然あ、まあ、面白くなかったですね。作業感がありましたね。で、どうなる。主人公これかよ、これかよ。何これ、何これ。ダメだ、これ多分クリアはしてないな、このゲーム。分かんない、この街で最強になるっていう話をして、全然なんか最強になる兆しがなかったからな。まあでもこれでゲームが終わるってこれでいいのか。まあこのね動画見てる人とかね、いっぱいいたとしてさ、ある程度でさ、まああれだぞと、せっかくゲームソフト買ってこうやってキャプチャーで外出してんだったらさ、クリアぐらいしろよっていうね、思う人もいるでしょうからね。まあどうなんだろう、そういう時はもう一回やってみるか、このゲーム。もう嫌だ、もう一回ゲームやってみようかしら。どうしよう、話すことがないぞ。多分なんか恋愛ゲーム的なあれもあったのかな、要素的には。こう、一定のドライバーさんと多く走れば走るほど、親密になっていって、最終的にはみたいな。一応なんかその、何、幼馴染の女の子みたいなやつとなんかフラグを立てておいたんだけど、みたいな。はい、なんかまた1日目に戻るらしいですね、エンディングをすっ飛ばすと。まあ2週目はやるかやらないかは、まあこれ、この動画の反響次第でございますかね。はい、私としては、はい、とりあえずここら辺で今回は終わりっていうことで、はい、じゃあ、YouTube でさ、なんかこう実況やってる方もいなかったんでね、ある程度参考にはなるかなと思いました。はい、終わりでございます。